僕はオペラ公演の解説もやってるんだけどフィガーノの結婚はやっぱり面白いよね。歌詞付きで見ないとあんまり意味が分かんないよね。1時間10分あたりからスザンナ出ておいでのくだりがあるよ。僕が好きなのはその後の庭師まで入ってきて70章になるとこが大好きだな。